電動キックボードの一部は去年7月、道路交通法の改正により16歳以上は運転免許なしでも乗れるようになりました。ただその性能でどのように乗るのか細かく分かれています。こちらにあります3台の電動キックボード、一見同じように見えますが、すべて守るべき交通ルールが異なります。電動キックボードは速度などの性能で乗り方が3つに分かれます。車道のみ走行可能な一般原動機付き自転車と、自転車道などが走れる特定小型原動機付き自転車、歩道が走行できる特例特定小型原動機付き自転車です。今日中村区で行われた電動キックボードを使った講習会では、警察官が交通ルールの違いを説明しました。法令がですね、どういった区分に該当して守るべきルールがどういうものかっていうのは、まだまだ周知が足りていないんじゃないかというふうに感じています。こういった講習会だとかですね、通じて県民の皆様にですね、広く周知していきたい。